さんこんにちは。レック専任講師の野端です。今日は2023年の行政書士試験合格を目指す合格の取説というテキストと問題集の説明をしていきたいと思います。執筆者の野端と申します。よろしくお願いします。はい、で今日この動画をご視聴いただいているということは、2023年の行政書士試験に興味を持っていただいている方、もしくは勉強することは決めたんですけども、どのテキストにしたらいいかわからない方だと思うので、今回は短い時間ではありますけども、取説の魅力についてお伝えしていきたいと思います。で画面切り替えていきますが、本屋さんに行くとこうやって青い表紙のものが並んでいると思うんですね。これが合格の取説の基本テキストです。でテキストの横に基本問題集は本書にリンクと書いてありまして、もう一つ緑の表紙の問題集があります。はい、取説はテキストと、はい、問題集で構成されています。で今日基本的にテキストの話をしていくんですけども、テキストの表紙を見ると、初学者でもスラスラ読めますよですとか、理解しやすいオールカラーですよとかね、あとは持ち運びに便利な分割セパレートですよとか、いろいろ書いてあったりとか、あとはこう無料動画40本ついてますよって書いてますが、まあ、そもそも取説ってどういうコンセプトで作ったのかということについてお話ししていきたいと思います。はい、さあ画面切り替えましたが、こちら見てくださいと。まず取説のテキストのコンセプトは独学者ファーストです。独学者ファーストですね。私は予備校で講義担当してますけども、まあ、できる限りこう独学でテキスト読んでる中でも講義聞いてるような気持ちになれるようにっていう形で作りました。そしてその中でもまず1点目、とにかく分かりやすいことです。どうしても初めて法律の勉強する方からすると法律用語難しいんですよ。だから難しい言葉でテキスト書かれてると読む気なくなっちゃって、そもそも最後まで進まないんですね。挫折をするということがあるので、まずとにかく分かりやすいように書きました。そしてそことリンクしますけども、分かりやすいから無理なく読み進めることができますと。何ページか進んで難しいから立ち止まってだと先に進めないので、とにかく無理なく最後まで読み進めることができる、そういったことをコンセプトに作りました。ただ分かりやすくたって、読み進められたって合格できる知識が提供されなければ意味がないですね。ですから3番、色変えておりますけども、合格レベルの知識まで身につけられますよと、はい、ここまで含めて独学者ファースト、ね、考えで作りました。でよりテキスト中身についてお話ししていきたいと思うんですが、どういう形で独学者ファーストを実現しているのかですね。はい、今これ民法のテキストの一部を抜粋したものを写してますけども、民法で仏上代って項目を、まあ、将来的に勉強すると思います。で法律はルールなのでルールブックなんですね。ですからこう条文といって、こう第何条っていう記載があります。そうするとその条文の言葉って難しいんですよね。はい、条文の言葉って難しいんですよ。でも試験では条文の言葉出ちゃうので、まずテキストには条文の言葉つけてます。ただイメージがつかないと覚えようもないので、講義使いという形でイメージ図をつけてます。こんなイメージをしてくださいね、こういった状況でこれから勉強するルールを使いましょうねってことをやっていきます。そして文章でも保管してまして、まず図でイメージをつけてもらって、あとは右端の脚注という言い方をしますけども、ワンポイントですとか野端のズバッと解説っていうところで補足をしています。なのでまず初めのうちはこうイラストをしっかり見ていただいてイメージづけてもらうと。である程度、まあ、それ理解できたら右端のワンポイント解説を見るとより理解が深まったりとか、試験に必要な知識が入っていくという形です。でここで学んだ知識をすぐにまとめることができるように、こう表を作っておいたりですとか、あとは実際に問われた過去問ですね、それも掲載していますので、まあ、勉強の初期のうちはとにかくテキストだけしっかりやってもらえば大丈夫という形にしておきました。そして、ところどころ赤になってますね。こう赤になってます。これ赤シートで隠れます。ですのである程度勉強を進んだら赤シートをかぶせていただいて、こう丸×を言えるようにするとかね、いうことをしてあげると試験に必要な知識が暗記できるという形なんで、まあ、本当に学習初期段階から直前期まで使えるテキストという位置づけで考えていただければと思います。はい、そして
ところどころ記述に出るよってアイコンつけてます。また別の動画で説明しようと思うんですが、行政書士試験はマークシートだけではなくて記述式もあります。40字で書いてくださいねっていうものもあるので、はい、まあ、そこ結構受験生苦手なんですよ。つまりどこからその記述が出るかわからないっていうことで不安になる方います。ですので、テキストの方にはこれ記述に出ると思うのでしっかり押さえてくださいねってアイコンつけましたので、もうこれも参考にしていただいてしっかり押さえ込んでいただければ記述も対策としては十分だということになっていきます。はい、こういった形でテキストにさまざまな魅力ですね、工夫を凝らしていますということです。はい、あとは問題集の方も工夫してます。あ、そうですね、青のカバーがテキストで、で緑が問題集です。で問題集も少し触れていきたいと思うんですけども、基本テキストにリンクって書いてますね。でリンクの意味はと言いますと、これ問題集移しましたが、例えばこれ憲法の問題を移してるんですが、問題として、1番2番3番4番5番があって正しいものを選んでくださいっていう形です。で実際解説もつけてますね。で解説も分かりにくいといけないんで、なるべく分かりやすく書いておきました。そしてその横のところにテキストのページ番号を書いてます。つまりこの問題の1番に関してはテキスト16ページの内容ですよと、問題2番はテキスト17ページの内容ですよという形で、問題の選択肢ごとにどのページ戻れば確認できますかってことをすぐに分かるようにしてます。うん、なので皆さんとしてはテキスト読んでこの問題解いてもらって、で解説を見てちょっとどうかな微妙かなってところに関してはテキスト戻ってもらうと、でさらに確認するという形でテキストと問題集ぐるぐる行き来できるのでね、はい、効率よく勉強できるという形です。はい、まあ、他にもいろんな魅力をね感じ取っていただければと思うんですけども、あと今日お伝えしておくことがあるとすれば、はい、書籍購入者限定特典で無料講義動画40本です。はい、まあ、特に試験に出そうなところに関しては実際今見てもらっているように講義していきます。動画で必要事項を確認できる講義をね40本用意していますので、これもしっかり使っていただければ、まあ書籍の購入費用はかかるんですけども、書籍の購入費用だけであたかも予備校の授業を聞いてるって感覚になることができるので、ぜひねこういった動画も活用してほしいと思います。テキストの無料動画が40本で、あとは問題集ですね、問題の解き方みたいなことを解説するものも20回ありますので、全60回ですね。はい、テキストと問題集の購入だけで60回の動画が聞けますから、これも取説の魅力だと思っております。はい、うん、なので、まあ、本当にいろんなテキストが世の中にはありますけども、皆さんに合ったものを、ね、使っていただくのが一番です。ですので私はこの魅力を伝えましたけども、ぜひ、ね、一度、書店さんに行って実際見てみてください。でどれが一番いいかって確認してもらったりですね。で取説テキストはちょっと重たいんですよ。ただ5分冊に分割できるので、カバンの中に入れ込むことも簡単ですから、まあ、そういったことも含めて勉強のしやすさをね追求していますので、ぜひ合格の取説のテキストを使って2023年行政書試験突破をしていただければと思います。では本日の動画は以上です。お疲れ様でした。